借金返済か。夢がないっていうか生々しい話、ラブくない。ふむ、アイラがよく言うラブイという謎な言い回しはそういう活用をするんだね。覚えたよ。いや、俺以外はまだ誰も使ってない言い回しだと思う。口癖とかあった方がアイドルらしいかと思ってさ、子供の頃に頑張って考えたんだよね。変かな。いえいえ、非常に愛らしいと思います。子供の頃に考えたというエピソードも含めて胸がキュンキュンします。ラブイです。人に自分の口癖を使われると変な感じ。みんな思っていたよりダメージを受けていないようで頼もしいです。いや、まだ実感が湧かないだけ。借金なんて背負ったことないもん、小市民だから。ぐちぐち言ってても仕方ないしね。最初からどん底なのは分かりきってたし。うむ、落ちるところまで落ちたんだから、あとは這い上がるだけだよ。ええ、地獄には底がないものですけど、諦めずに上を目指し続ければいずれ天の国へと導かれるでしょう。アーメン。祈ってないで具体的な対策を考えよう、辰巳先輩。はい、そのためのこの打ち合わせですし、いつだって良かった探しをしましょう。やはり多額の借金を背負わされたのはしんどいですけど、良い面を見ると、俺たちはアルカロイドとしてユニット活動をするために必要なものを全て最初から得ています。 ES ではユニット単位でのアイドル活動が基本ですから、逆に言うと俺たちは大抵の仕事には携われる立場になったわけです。ドリフェスへの出場申請さえ通ればすぐにでも舞台に立てすらします。まあいきなりライブというのは無謀でしょうけど。M、でもライブ、ドリフェスと呼ぶんだっけ。それが最もリットルを稼げる手段だと聞いたよ。借金返済のためにはそれに参加するのは有効なように思う。はい、借金を背負っているとやや申請が通りにくくなったりという弊害があるようですが、基本的には問題なくどんなドリフェスにも参加できるようですし、まずは新人戦 N1 への出演を目指しましょうか。それなら出場申請費もかなり低めに設定されているようですし、 ES から色をつけた報酬がもらえるようですから、普通に考えて N1 に参加しない手はないように思います。もちろん俺も含めてみんながどの程度舞台上でアイドルとして振る舞えるのかが未知数なので、何の準備もなくいきなり出演するようなことはできませんが。うん、いきなり舞台に立ってキラキラ輝けるのは昨日のトリックスターみたいな一握りの天才だけだよ。俺はちゃんとレッスンとかリハとかしたい。実際私たちはまだ出会ってから日も浅いですしね。お互いのことをあまり知らないままいきなりユニットとして舞台に立っても噛み合わずに醜態を晒すだけではないかと。はい、どうせやるならドリフェスを成功させて稼ぎたいですしな。新人戦で転べば評価も下がります。最初の一歩でつまずけば今後の活動にも差し障りが出ますし、きちんと準備してから望みたいものです。まあ俺たちはあまり悠長にもしていられないわけですけど。俺たちの最終目標は MDM までは1ヶ月とちょっとしかないもんね。あちらを立てればこちらが立たずって感じ。だからこそきちんと計画を立てて一つ一つ万全にこなしていきましょう。千里の道も一歩からです。たゆまぬ努力を続けていれば必ず神は恩寵を与えてくださいますよ。アーメン。いや、俺に祈られても。ごめんなさい、ついなんとなく。しかし辰巳さんは昨日の様子と比べてかなり ES の仕組みについての理解が進んでいるようですね。はい、
自分なりに調べましたし、これでもそこそこ長くアイドルをやっているもので、 ES 内にも古い馴染みが多いのでね、話を聞いたりもしました。いつまでもおとぼけキャラでもいられませんし。だってさ、イロ君を見習って呼吸のようにボケるのやめてね。ボケてるつもりはないんだけど。それより実際これからどうしよう。まだ昼過ぎなので、今日今からでもできる仕事などはあるように思うけど、僕は未だにアイドル活動というのがどういうものか知らないので、みんなの意見が聞きたいな。まず僕らはどのように動くべきだろう。とりあえずウォールハンズで今日からでも入れる仕事とか探してみる。さっきアルカロイドの共有口座をスマホで確認したら残高ゼロだったし、何をするにしてもお金はいるでしょ。ええ、特にリットル制度とやらが全てを支配している ES では。俺としては俺たちに支給されたっていうステージ衣装がどんなものか見たかったりもするんだけど、衣装合わせとかしたいな。でもまだまだアイドルもどきの俺たちは衣装に袖を通すには早すぎるか。